宮崎県宮崎市出身。静岡県立浜松北高等学校卒業。慶応義塾大学経済学部中退。血液型は A 型。1994年、浜松北高等学校2年生の時に第14回全国高等学校クイズ選手権でテレビに初出演する。1998年にはパネルクイズアタック25で優勝し、 その時の最終問題で、ある人物イコール三浦淳を正解したのが縁で、三浦の DVD、三浦淳の勝手に、ジャパンツアーにクイズ映像で出演。フジテレビ721のクイズ王最強決定戦、ザ・オープンに出場し、二度の準優勝という成績を残した。その後、雑誌やゲーム、インターネットといったメディアで、クイズやパズルの問題を制作し、アえラや、 日経エンタテインメント等に掲載される。クイズ作家として全キー局に問題提供した経験があるほか、クイズ回答者、出演者としても全キー局に出演経験がある。また、2012年4月から9月には、笑っていいとも、月曜日のコーナーレギュラーを半年間務めた。インターネットラジオ番組、南青山商品研究所に、 研究員3号として出演し、放送作家の矢野良平と共に、昭和のお笑いや歌謡曲、テレビ番組等についてのトークを繰り広げている。2008年6月30日放送の同番組にて、結婚を公表し、2009年1月11日に入籍した。富士テレビのかつての人気番組、モノマネ王座決定戦に関する造形は、日本屈指の深さであり、 自身で作成したファンサイトに独自の分析などを掲載している。2009年11月、漢字検定1級を取得。なお、英語検定も4級を所持している。近年は、早押しクイズ王のスピードキングとしてのテレビ出演や、あるお題に対して即興で短い豆知識を披露する瞬間うんちく王としてのメディア出演も重ねている。 2018年から2019年にかけて村田製作所の CM にクイズ王として出演した。モノマネ四天皇の栗田寛一を敬愛し、本人もモノマネや歌マネを各所で披露している。ありがとうございます。